kapituliere niemals! Das ist empörend! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Es ist, was ist uns umsteht. Вот Артём Сафронов, я исполнительный продюсер проекта World of Things Blitz. Ребята только что познакомили вас с основной механикой новой фичи, которая нас ждет в обновлении 3.8. Но это лишь начало. Мы планируем опубликовать большое количество гайдов, статей, информацию про пресеты, видео, чтобы целиком и полностью донести до вас ту мысль, которую мы закладывали в данную фичу. На мой взгляд, это супер круто. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwinden eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! おいーす。皆さんどうもどうも。最近クッソ編集に対するモチベがありありのアリーベデルチでどっか行ってました二等兵です。よろしくお願いいたします。ということで今回乗っていくのは、アメリカ、野獣、地区戦車、A110A3、通称 A3、基本性能をドン。まず正面走行は圧倒的にカチコチ。課金弾を使っても、ちょっとでも車体を傾けられていれば貫通は困難でしょう。ただし、側面、背面は油弾も貫通してしまうほど薄いので注意が必要ですね。そして E シリーズの弱点である副砲塔ですが、実はこいつ結構カチコチで割と事故りやすいですね。マジでよく狙わないと貫通できないので注意が必要です。そして機動力なんですが、A95 より進化しました。そしてアップデートにより改良型演武を詰めるようになったので、ミデルブルフの丘上も前よりは楽に登れるようになりました。そして四方には強力な15センチ砲を装備。貫通力は鬼畜として申し分ないと言えるでしょう。それに AP と APCR なので空間走行に強いのも嬉しいポイント。油弾の貫通力も高いので嬉しいですね。ただし弱点として同格鬼畜と比べて DPM が低いのでダメージレースでは負けることもあるかも。そこはしっかり車体下部を隠して弾きたいところさん。機動力が遅いので車両説明の時間が長く取れていいですね。いきなりステーキもびっくりな速度でのネタ発言。これでなきゃ見逃しちゃうね。さ、前線に来たのであの AMX からクッとしますかね。はい、いきなりステーキもびっくりの油弾貫通をバッチリ決めていく。そして弾けるんですね。さあ、右側はとりあえず E50 しかいないので気にせずここでハルダウンができそう。ちなみに区画は8度と優秀な部類。車高も低いので結構打てるところがあると思います。お、なんだお前もう一発撃ってほしいんか。うん、惜しい。やっぱり15センチ砲の貫通力を最高やな。発進一般通過ミサイル部、火力支援の裏技。そんなもの裏技にしなくていいから。それにさっき AMX に撃った時すげえ弾が曲がった気がするけど気のせいってことにしとこ。パワプロ配信の見過ぎでカーブボール打てるようになったってマジ。マジ。そして S7 にもバチコリ一発ぶち込んでいく。しかも弾けていいね。上の副砲塔って思ってる500倍くらい硬いんで、ああやって弾けることが多いんですよね。皆さんもこいつと出会った時はおとなしく車体下部もシッハ回り込んで側面を撃とうね。むむ、あいつ撃てるんじゃねえ。いやダメみたいですね。何かを察して引いていったな。アホならね、別の敵撃てばいいって話でしょ。私はそう言いたい。ボーン、ボーン、何やねん。俺の時はいつもクッソしょうもないとこでボーンするくせによ。お、ツンデレか。多分僕のボーンはツンデレですね。間違いない。ここでクッソしょうもない余談なんですけど、アメリカ重戦車の T32 でセルブロでアジア68、ブリスタでアジア7取りました。褒めて。褒めたかったけど戦況がすごいことになってるからそっち優先で。なんかクッソ弾きましたね今。これマジ、機動力に対して走行圧が屈強すぎるだろ。確かに改良型演武を詰めるようになって、戦術の幅が広がったように思います。正面走行が硬いからラッシュで前陣も切りやすそうです。ってお前弾どこ消えていった。アメリカ特有の消える魔球ですね。お前オッタビアかよ。撃ってる人いなさそう。わかる。次は撃ってやる。ケンちゃんまだ1回表、試合は始まったばっかりよ。そうそう、まだ焦るような時間じゃねえぜ。狙って狙って、ここだ。うん、惜しい。ほんまありがとうございます。やで味方からしたら。じゃあ、次のことを課題が浮かしすぎたか。多少はね、そういえばクッソどうでもいいけど、弾痕が追加されてからしばらく経ちますね。弾痕やリタイア後のせいで重くなったって人いたけど今はどうなんでしょうかね。多分もうマジ無理タイタン RTX でプレイしよう。って言ってそう。ブリックも普通にレイトレに対応したんか。レイトレに対応した初のスマホゲームになるってマジ。マジ、最初の火力支援がかなり効いたのか。あとはラッシュして終わりですね。でもなんか味気ないので発信の BGM 流しとくわ。理由が適当すぎんだろ。ま、多少はね、狙って狙って、そやっと。あ、今みたいにスナイパーモードを使わずに、一回りが見やすくて戦況判断しやすいっていうメリットがあるよ。さらっと重要なこと言いますね。なかなか勝てない人の特徴として、ずっとスナイパーモード覗いてる人がいるんですよね。でもそれって周りが見えないので戦況を確認できず、負けてしまうことが多い。スナイパーモードを使うのは射撃で狙いを定めたい時だけにしようね。と、自称3割プレイヤーが言ってみる。3割なのか壊れるな。じゃあ S7 君、死のうか。最後に言い残すことはあるか。アイス食えて。わかる。わかる。うわー。起きたな。ってことでこれにて戦闘終了です。
結果は、6603ダメージ、2両撃破で1バッチ、岡上でいい感じに火力支援できた気持ちいい試合でした。総評は、長所は硬い装甲圧に強力な手法、そして改良型演武を詰めること、短所は明白な弱点と演武が詰めるとハイエドン速なことには変わりない点ですね。今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくね。